はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、えー、少しジャイアンツが、まあ今、ゲーム差なしで、まあ2位につけてるというところで、ちょっとチーム成績とかを見てったらどうなるのかなーっていうふうに思いまして、今日ちょっとね、えー、皆さんに共有させていただこうかなというふうに思ってます。 まず結論を言うとですね、まあ上位の広島、巨人、阪神と、下位の DNA と中日、ヤクルト。この上位と下位でめちゃくちゃはっきりと傾向が出てたんですよね、えー。どういうことかっていうと、上位の3つのチームは守備投手であったりとか、守備の指標でめちゃくちゃ良かったんですよね。で、逆に下位の3チームはですね、 シティングはいいんだけど、守備での評価がマジで低いっていうところで、今年の野球ね、えー、まあ、投稿打てとかよく言われますけども、もろに顕著にね、これね、えー、出てるんじゃないかなっていうふうにね、えー、思いました。はい、じゃあちょっとね、えー、数字を見ながらね、えー、セリーグ6球団の、えー、ところを見ていきたいと思うんですけど、まず順位なんですけど、まあ上位からね、えー、広島、巨人、阪神。 で、回があー DNA 中日ヤクルトっていう風になってるんですけど、まあ、混戦のセリーグとかずっと言われてまして、今現状ね、えー、今日お、今日付のデータですけど、回、えー、から上位までですね、7ゲームしか開いてないっていうところで、パリーグで言ったらね、もう何、十え最下位と20ゲームぐらい開いてるのかなちょっとパリーグあんまり見てないからわからないけど、 めちゃくちゃ開いてるんだけど、セリーグに関してはまだ7ゲームしか開いてないというところで、相当混戦がね、えー、極めてるんじゃないかなっていうふうに思うし、本当にね、連敗とか、大型連敗とかしたら、本当に一気に順位が入れ替わるみたいなことがあってですね、今年のセリーグファンっていうのは、本当にハラハラしながら毎日楽しめてるんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、 まず最初に、えー、打撃の方の数値を見ていきまして、その後に、あの、守備であったりとか、投手の、えー、ところを見ていきたいと思うんですけども、先ほど言ったように、打撃のところに関して言えば、やはりね、えー、まあ、上位のチームね、もちろんいい,せいい数字はね、あるんですけど、下位のね、例えばヤクルトとか DNA っていうのが、めちゃくちゃ打撃の指標がいいんですよ。例えばですけど、 OPS とかで言ったら、えー、DNA4 位なんですけど、672位で1位なんですよ。で、2位がヤクルト6位、最下位なんですけど、650で2位なんですよね。だから OPS、チームの OPS だけ見たら、えー、下位にいるチームがね、独占してると。で、我がジャイアンツは3位で6、637というところにいて、まあ、ジャイアンツはまあ上位のまあ2位に今いるわけですけども、打撃の指標というのがだいぶ前より上がってきてて、 まあ今までずっと品だとか言われてたじゃないですか。で全然打てないって言われてたんですけど、ここ最近やっぱりね、えー、この間、昨日の動画かな、6月27日以降、えー、上位のね、1番から5番を固定しだしてからめちゃくちゃいいよっていうお話をね、動画させてもらいましたけども、やはりその辺ぐらいからチームの打率とか、チームの打のところ、打撃のところがぐわーって上がってきてるんで、あのー、ジャイアンツは比較的ね、 先ほど言ったように、守備のチームではあるんですけども、打撃の指標においても、チームの成績においても、結構上位につけてることが多いんじゃないかなっていうふうに思います。 で、次、打率見ていきたいんですけど、先ほど言ったように、やっぱり DNA がね、やっぱり2割5分1厘で1位でね、えぐいなっていう、OPS と打率1位なんですよ。でも4位なんですよね。だからやっぱり、この成績というか、言うかね、このだデータだけ見ると、やっぱ守備がダメなんだろうなっていうのはね、一目瞭然でわかる、わかりますよね。で、ジャイアンツがなんと2位なんですよね。チーム打率2位ですよ。セリーグで。あんだけ打てなかったチームが2位になってるんですよ。 今、2割3分キュウリあって2位なんですよねで。それ素晴らしいなって思います。で、じゃあ、ジャイアンツ、ホームラン、えー、どうなのってところ気になるじゃないですか、皆さん。で、ホームランのところは、やはり、ヤクルト DNA が1位に独占してるんですよね。で、ヤクルトに関しては54本。うん。で、DNA に関しては47本っていうところで、そこの2チームの打の成績、えぐいんですよね。うん。 で、じゃあ、ジャイアンツは何位かって言われると3位なんですよね。44 4 4本ホームラン打ってて3位なんですよ。これは結構検討してるんじゃないかなと思うし、まあ岡本選手はね、まあ非常に打ってくれてますし、まあ他の選手もね、頑張ってるっていうところ。まあ東京ドームっていうね、まああのホームランが出やすい球場本拠地にしてるんで、してるので、まあそういったところはあるかもしれないですけど、意外ともっとホームラン出れないんちゃうかなって印象だったんですけど、結構出てるんですよね。で、 えー、実はね、盗塁というところを見ていきたいんですけど、盗塁がね、結構面白くて、あの、先ほど、d n a とかヤクルトが、だのところで言ったらめちゃくちゃいいっていうふうなことを言った、言ったと思うんですけど、盗塁に関してはね、ヤク,ヤクルトとか d n a じゃなくて、広島が一番なんですよ。広島がなんと44個投塁しておりまして、セ・リーグナンバーワン。うん、で、d n a も意外と多くって、42個してるんですよね。 で、じゃあジャイアンツはどうなのってとこなんですけど、ジャイアンツも今年結構走ってるんですよ。38個でて3位。だから、ジャイアンツ打の成績というか、攻撃の面で言ったら結構いいんですよね。で、ここちょっとね、誇らしいところがあるんですと言わさせてください。あの、エラーの数、失策の数、まあ、いわゆる守備の硬さを表すところですけども、これなんとね、ジャイアンツが一番エラー少ないんですよ。 27個。これ結構ダントツででしてね。2位のチームでも広島なんで38個なんですよ。9個差があるんで、ジャイアンツのやっぱ特に内野手ね。まあ外野がエラーするってことはあんまりないから、内野のあの硬さっていうのはえぐいよね。やっぱり今年見てたら、やっぱ吉川選手とかの守備っていうのは、本当にチーム何個作ってきたみたいな。何試合作ってきたんぐらいの守備してるんで。そういったところで、そういうね、派手なプレーもありながら、 堅実なプレーもあってで、エラーも少ないっていうところは非常に素晴らしいんじゃないかなって思います。で、次、ちょっと、投手の方、見ていきたいと思うんですけど、これ先ほど言ったように、えー、下位のチームは、だ、あの、打つ方が結構いいよっていうお話したじゃないですか。で、えー、ピッチャーとかあー、そういったところっていうのは上位の広島、巨人、阪神が独占してるんですよね。うん。今年の野球っていうのをマジで象徴してるなと思います。で、 まず防御率見ていきたいんですけど、防御率すごいですよ。広島が断突っす。2.07。えぐいですよね。1試合平均して2点しか取られてない。うん、で、2位が阪神。えー、2.23なんですよね。それもすごいですよね。で、巨人も3位なんですよね。えー、防御率が2.43というところで、去年から比べたら、マジで成長してるなって思います。まあ あのー、開幕当初よりは少しね、防御率上がってますけども、でもそれにしてもね、素晴らしいなっていう。だから上位の3チームが独占してるんですよね、これね。防御率で言ったら。で、じゃあホームラン、どれぐらいホームラン打たれてるのっていう数字で言うと、これね、なんとジャイアンツ結構ホームラン打たれてるんですよ、守備の時にね。 えっと、1位がヤクルト。52本ホームラン打たれてるんですけど、実はなんと巨人が2位なんですよね。46本打たれてるんですよね。で、結構、確かに今までの試合振り,、ま、振り返ってみると、結構その、まあ、ヒットとかでも取られるところはあるんだけど、結構その、戸を投手とかもそうだけど、結構一発で点取られてみたいな、負けてみたいなところって結構あったなって思うんで、そういったところで、まあ東京ドームね、えー、自分たちが打つのもホームラン、 入るからいいけども、相手が打つときもホームラン入っちゃうから、そういったところで、ちょっとまあ、メリット、デメリットあるなっていう感じはするんですよね。で、え次、先発平均回数っていうところを見ていきたいんですけど、まあ、どういうことかっていうと、先発投手がどれぐらいイニングを投げてるかっていう指標、これ実は僕結構大きいと思ってて、やっぱり、あの、試合のウェイトを占めるのって、先発ピッチャーじゃないですか。 で、そのピッチャーがどんだけ長くいいピッチングができてるかっていうのが、ああ、大切だと思うんです。だから、いいピッチングできてなかったら多分すぐ変えると思うんで、この数字はもっと短くなるんですよね。小さくなるんです。で、阪神が1位なんですよ、これ。6.21回投げてるんですよね。だから、先発で投げたら、だいたい6回を投げてくれるなっていう感じ。で、広島も2位で、6.18。 で、結構投げてるよね。で、ジャイアンツが3位で5.97というところで、まあ、巨人に関しても先発ピッチャー6イニングぐらい投げてくれてるなっていうところがあるんで、まあ、あの、金差ではあるんですけど、まあ非常にね、ジャイアンツの先発ピッチャーも頑張ってくれてるんじゃないかなっていうふうに思います。で、最後に、ウィップ、うん。どれだけイニングにランナーを出したかっていう指標。これが、 数字が低ければ低いほど、まあ、ゼロに近づけば近づければほど、近づくほど、1イニングにほとんどランナー出してないよっていう指標なんですけど、これね、ジャイアンツなんとね、ウィップに関して一番いい数字を出してるんですよ。で、なんと1.06というところで、先ほど言ったように、阪神であったりとか、広島よりも1イニングに 相手バッターを出す、割合っていうのが一番低いんですよ。っていうところで、非常に、先ほど言ったようにですね、上位の広島、巨人、阪神っていうのは、やっぱりピッチャーというか、守備のところがめちゃくちゃ指標が高いんですよね。特にピッチャーっていうところが。で、逆に下位の DNA、中日、ヤクルトっていうところは、打撃のところはマジでいいんだけども、やっぱりピッチャーが安定してないから、 4位とか5位とか6位にいるんじゃないかなっていうのが、はっきりわかる数字がね、えー、出てるなっていう、面白いぐらいね、えー、はっきり出てるんで、まあ逆に言うとですね、ヤクルトであったりとか DNA っていうのは、まあ、ピッチャーを補強すれば、まあ上がってくる可能性は十分あるだろうし、逆に、 えー、我がジャイアンツはですね、えー、非常に打撃の成績もいいと。で、ピッチャーの成績もいいというところで、これからまだまだどんどん上がっていくんじゃないかっていう、まあ、選手たちの状態によってはも,もっと上がっていくんじゃないかなっていうふうなところはあるんで、非常にこのデータを見るとですね、希望が湧いてくるというか、ジャイアンツね、これ今年優勝あるんじゃないかなっていうふうに、えー、僕は結論付けました。 はい。てな感じでですね、今日はですね、えー、セリーグ6球団の成績を見ていきましたけども、やはりね、投稿打てっていうのがもろにね、あ、あのー、出てるなっていう数字になっておりまして、やはり、なんやかんや言っても、ピッチャー大事だよなって、守備も、硬さも、なんかこう古、古臭い野球かもしれないけど、結局やっぱり、突き詰めていくとそこが大事だよねっていうのがもろに現れてるなっていうふうに思うし、そういったところで、ジャイアンツの安倍監督がね、掲げてる守りの野球っていうのは、 一見、時代に逆行しているように見えるかもしれないけども、非常にね、理にかなったというかいい、いい野球をしてるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、てな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお会いでます。じゃあね、バイバイ。